皆さんこんにちは、こんばんは。てるまるのてると、てるまるのてるです。今ぴょんちゃんがそこで寝てるので、ちょっと声小さく今日は撮影していこうと思うんですけど、今回はシーンでお買い物をしたので、そのお買い物の購入品紹介と、少し使ってる様子だったり、お洋服だったらね、実際に着てる様子もお届けできたらなって思ってます。では購入品紹介に行きましょう。それではスタート。はい、では紹介していきたいと思います。まずぴょんちゃんシリーズから紹介していきます。まずはこちら、サンペアビビーチョウチョ結びデコレーション靴下、353円。2歳から3歳用をね、買いました。かわいいですよね。で、次メッシュオーバーレイドドレス、1424円。これも2から3歳用のサイズになっています。これぴょんちゃんもすぐ保育園に入園なので、入園式の時にこれを着せようかなと思ってて、これの下にね、この白か黒の靴下を持ってこようかなと思って買いました。はい、こちらですね、ペペアウサギパターン靴下、447円。これは1から2歳用です。めちゃめちゃ可愛い。これもうこれはもう即決めたね。めっちゃ可愛い。これもぴょんちゃんの靴下です。こちらはジーンズ、こちらですね。でこれぴょんちゃん用で買ったんですけど、多分ぴょんちゃんにはまだめちゃめちゃ多分でかくて、ちょっと小柄なんですよね、ぴょんちゃん。なので今年の冬、来年ぐらいになりそうな予感です、着れるのはね。でも別に早めに買っても、小さいよりかはね大きい方がいいので、まあ有志ということで。こちらが男性用のスウェットパンツ、1525円、 M サイズです。これはねテロくん用で買ったんですけど、これね、なんか可愛いよね、宇宙な感じで。これは私が可愛いなと思って、ラフ着があんまりなかったので、まあ、ちょっと家でね、のんびり過ごす時とか、少しお買い物とか行く時とかに着たら可愛いかなと思って買いました。これ私も着れそうだから一緒に、はい、であとはこれね、こちらです。ちょっと値段とかは紹介するのやめとこうかな。ジュージューがもうすぐ1年生らしいので、入学祝いの一つとしてこちらの靴下を買いました。あとはブラウス、921円。今日ねぴょんちゃんが着てるので、後でまた撮影しようと思うんですけど、こちらのブラウスを買いました。お洋服シリーズはこのもんです。で次はこちらです。ちょっと箱から開けちゃったんだけど、携帯電話ヒルライト、156円。これをちょっと携帯を今撮影に使ってるからなんですけど、挟んでこの、ね、ライトがつけて、暗いところで撮影するときとかにいいなと思って買いました。はい、次がなんかお料理関係ですね。一番大きいのからこちら、おいしょ、可愛くない？これやばいよね。フラワービニテールトレイ、1516円。これは M サイズです。こういうね、なんかパーティーとかするときにケーキをのせるさ、こういうやつ我が家なくて、ずっと欲しいなと思ってて、めっちゃ可愛いじゃんと思って買いました。これはね、もう今回買った中で一番手に入って嬉しいものかも花&ハート型寿司型、468円。ご飯をこれに詰めて形がね作れるよってやつで、かわいい。シリコーンオイルブラシ、
182円。油入れて、まあ、あのフライパンとか、あとよくあのプレートでもんじゃしたりとかたこ焼きとかすることが多くて、だけどなんかこういうの持ってなくてさ、毎回キッチンペーパーに油つけてやってたのでついに買いました。で、あとはステンレスフードトレイ、679円。なんかあのポテトフライとかさ、これにしたら可愛いよね。シリコン練りパッド476円。ぴょんちゃんとね、この間少し前にあのバレンタインデー企画の動画を上げたと思うんですけど、その時に初めてお菓子作りを一緒にやって、あ、意外ともう一緒になんかねお料理できるかもと思って、なんかクッキーとか一緒に作りたいな今後って思ったのでこれを買いました。で、クッキーの型を買ったかと思ったんだけど、クッキーの型買ってなくて、それがめちゃめちゃショックで、クッキーの型も買ってぴょんちゃんと一緒にクッキーを作りたかったんだけどあーやっちまったって感じです。で、最後これがさ、いくらなんだろう。なんか私のメモ書きにあれ入ってなくて、あのサンタの紙袋、来年ね使えたらなと思って、可愛いと思って買ったんですけど、紙袋はね買うとちょっとあれかもしれない。なんかねもうボロボロってか、届いた時からなんか折り曲がっちゃってて、まあしょうがないかもしれないんだけど、ちょっとこれはちょっと失敗だったかなって思っちゃいました。はい、あいで、ぴょんちゃんが起きてきたんです。皆さん、てて、じゃーん、おはようございます、私がぴょんです。で、ぴょんちゃんが着てるね、このね、ブラウスはシーンで買ったやつです。めちゃめちゃ可愛いよね。今日初めて着たね。あれ、恥ずかしい、可愛い。え、これどうしたの、すごい、ポン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 なったけど、よし。では購入品紹介はこれで以上になります。少しでもね参考になったら嬉しいです。かわいいじゃん。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。